オアレクシス・クロード・クレローは、フランスの数学者、天文学者、地球物理学者である。天体力学の分野にも功績があった。パリに生まれた。父親も数学者である。幼い頃から、数学の才能を示し、13歳で、フランス科学アカデミーで四字の幾何曲線に関する論文を発表した。1731年、18歳で数学の本を、出版。 同時期に科学アカデミーの会員となることを認められた。1736年に、ピエール・ルイモー・ペル・チュイや、レジノ・ウルティエラと共に、地球の形状を調べるための四五千個長を測量する調査隊に加わり、ラップランドでの調査に従事した。帰国後、流体力学に基づいて回転する地球の形状を解析し、1743年に手り、デラ・フィギュア・デラ・テールとして発表した。 その後は天体力学の分野に取り組み、1747年には三体問題の解についてアカデミーで発表した。当時、ニュートンの万有引力では十分に説明できなかった月の近天移動の解明をオイラー、ダラウェールと争い、最終的にクレローが工事の接動を考慮することで解決した。 また、エドモンドハレーのハレー彗星の1759年の回帰の予想に対して惑星による、節動の影響を入れて修正した。幾何学や大数学の優れた教科書を残した。ありがとうございます。